소망전에 출전한 괴물곤충 테일리스 휩 스콜피언입니다. 거미의 몸과 전갈이 집게를 가지고 있는 이 괴물곤충은 지나치게 긴 다리와 기괴한 무늬를 가지고 있어 일본에서는 낙타거미, 식초전갈과 함께 3대 기충으로 불리며 영화 해리포터와 브리잔의 저주 대상으로 출연하기도 했습니다. 게다가 곤충과 개구리, 도마뱀 등 큰 생물들을 먹고 산다고 합니다. 하지만 실제 성격은 매우 온순하며 신진대사가 느려서 식탐이 많지도 않고 긴박한 상황을 제외하고는 느릿느릿한 속도를 가지고 있다고 합니다. 그럼 괴물곤충 테일리스 힙스콜피온의 경기들 보고 오시죠. ジャイアントウデムシです。長い腕が、世界三大奇虫、この中の一匹。左側のジャイアントウデムシ。さあ、その長い腕を枯葉カマキリの胴体に回していった。 体長は30ミリ、小さいんですが、全長は70ミリ、ほぼ腕ですね。さあ、掴みかかっていったはいいが、腕が長すぎる。胴体に回りすぎる。あなた何やってんのみたいな、枯葉カマキリ。上から襲いかかるか。 何をしたらいいのか、ジャイアントウデムシ。何がしたいんだ。カマキリも怪訝な顔でかかっている。飛びかかる襲いかかる。さあ、カマキリも構えているが、一向に試合が噛み合いません。おっと、横からの攻撃、サイドポジションを取りました。 ウデムシ、おっと上からカマキリ。いや、これはウデムシじゃないですか。カマキリは必死に振り払っております。おっと、左の腕がカマキリの胴体あたりに刺さっているのか。カマキリ上から必死に応戦しますが、やっと捕まえたか、ウデムシ。さあ、カマキリ暴れます。上から攻撃しますが、ちょっと スカートがめくれてしまいました。スカートの中にジャイアントウデムシの腕が入っていった。カマキリ暴れるが、ウデムシ捕獲したか。おっと、がっちり入っているか。これはボディシザーズのような形で噛んでいるのか、カマキリの胴体を。枯葉カマキリ防戦一方。 惑うしかないのか。バックを取ったぞ。ウデムシバックからちょっと抜けた。カマキリはウデムシの上に乗ります。腕に噛みついていますが効果はありません。さあ、ウデムシカマキリの一目にかかっています。おっと、胴体を手繰り寄せて噛みつきだ。 カマキリ、何もできません。二つに折れ曲がるのか、カマキリの体。ジャイアントウデムシの長い腕がコブラヘッド枯葉カマキリを仕留めた。奇襲界のマジックハンド、ジャイアントウデムシ勝利。2回戦進出。赤コーナー、チリ出身タランチュラ界一のジェントルマン、
로즈 헤어 타란츄라 살처 40mm, 레크 80mm. 버서스 아우코우나 아프리카 출신 키츠카이 노 마지크 한도 자이언트 우데무시 살처 30mm, 레크 70mm. さあ2回戦第1試合タランチュラ界1のジェントルマンローズヘアタランチュラ1回戦はタンザニアグリーンを破っての出場です右側ですそしてジャイアント腕虫おっと上からおっと上からローズヘアに乗っかられたぞ1回戦コブラヘッドカマキリを破ったあの時の記録はどうしたさあ何もできないのか自慢のハサミを封じられたさあローズヘアタランチュラ頭のいい頭脳プレーでこれは一番の特色を消してますね動けないのか腕虫微動だにしませんロズヘアタランチュラ上から追いかぶさっておっとかじっているのかこれは完封勝利だロズヘアリングネームにそぐわずまたも圧勝タランチュラ界一のジェントルマンローズヘアタランチュラ勝利3回戦進出腕虫手が異様に長い奇獣他にアフリカ産で背の縞模様が明らかなタンザニアバンデット大腕虫やアメリカにいるやや小型のフロリダ腕虫などがいるクモコウに属しサソリにも近い夜行性で洞窟や朽ちた木の中などに生息し無毒だが壁や天井を張ってその長い腕で昆虫などを捕らえるヒヨケムシ全試合に出場したブラックモールとは違った白い体にややスリムなヒヨケムシ性格は凶暴で俊敏だ虫王ではその姿行動からウデムシ、イネガロン、そしてヒヨケムシを世界三大奇獣と呼んでいる B ブロック1回戦第2試合赤コーナー、奇獣界のマジックハンドジャイアントウデムシ体長30ミリ、レッグ70ミリ、アフリカ出身バーサス青コーナー、世界三大奇獣の王者ヒヨケムシ、アフリカ出身60ミリレディーファイト B ブロック1回戦第2試合奇獣界のマジックハンドジャイアントウデムシそして世界三大奇獣の王者ヒヨケムシでございます今度はこのヒヨケムシ白いですね白い方が気持ち悪い部屋に出たら部屋ごと焼き払いますさあヒヨケムシいきなり腕虫を食べてますよこれはエヴァ暴走のようですね食ってますヒヨケムシは昆虫界のギャル曽根か食べる食べるとにかく食べるひたすら食べる腕虫の方はもうどうぞとばかりに食べられてますねあら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  ウィナー、ヒヨケムシ KO 勝ち첫 경기 사마귀와의 경기는 장점인 긴 다리를 잘 활용했습니다긴 다리로 사마귀의 약점인 백촉을 잘 잡았고 힘에서 사마귀에 밀리지 않으면서 잘 잡고 뜯어먹으면 승리를 얻었죠. 하지만 로즈 헤어와 닥터 거미, 동리와 강한 턱을 가진 상대들에게 느릿느릿한 속도를 바탕으로 아무 반응도 못 하고 물려버리면서 허무하게 패배하고 말았습니다. 이렇게 기괴한 무늬와 긴 다리로 3대 기충으로 불리고 저주 대상으로 출연하게 됐지만 앞다리의 힘을 제외하고는 별다른 힘을 보여주지 못한 테일리스 휩스콜피언이었습니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.